影村です。YouTube ユーザー様からセブンイレブンさんでシュークリームの新商品出ているよって教えていただいたんですが、探したんですけれども家の近くのセブンイレブンさんシュークリームなくて、なんかおもろいものないかなって探してたらあんみつありました。今日はこちらの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんの白玉クリームあんみつ、お値段はちょっと高くて税込み298円、もうほぼ300円ですよね。です。どうやって食べんねやろう。あんみつなんか食べたことないし、話とかにはよく聞きますよね、なんかマンアニメとか。そういたしましたら白玉クリームあんみつの原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。寒天こしあんですね。白玉添い付け黒蜜、洋酒入りホイップクリーム、みかんなんとか、赤エンドウ、チェリー、まあ、とりあえずチェリーですね。トレハロース加工でんぷん、カラメル色素、乳化剤、重曹、寒天、環状オリゴ糖、わかんない、乳酸 CA 酸味料、酵素、ラック色素です。製造元はわらべ屋関西さんですね。エネルギーの方は、その下、すいません、224キロカロリーです。はい、こちらが白玉クリームあんみつの中身です。二層になってるんですよ。どうやって食べんのやろ。まず、ここに黒蜜をかけちゃうんですよね。黒糖の蜜ですかね。オッケー。それとこれどないすんねやろ。それでは白玉あんみつですかね。の味の方チェックしてみたいと思います。先に食べ方とかネットで調べといたらよかったですね。ちょっと黒蜜と寒天のところいただいちゃいます。おぉ、うま！黒糖の風味がめっちゃよう出てます。で、寒天が程よい硬さで、なんか、めっちゃ甘いの食べてるやんっていう感じになっちゃいますね。美味しいです。次に白玉のところをいただいちゃいます。もう最高ですね。なんとも言えないもちもちとした歯ごたえと、黒蜜つけてもうまいし、あんこつけてもうまいです。くちゃくちゃになってますね。最後にちょっとあんこをいただいてみたいと思います。あんこも甘くてめっちゃ美味しいですね。これこの中放り込んだらあかんのですかね。ちょっと食べ方はすみません、とりあえずうまいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。